カサドーラは、スペイン海軍のコルベット、デスクビエルタ級コルベットの5番艦。艦名は漁師に由来する。カサドーラは、バサンフェロル造船所で建造され、1977年12月14日に、気候、1978年10月17日に、浸水、1982年7月20日に収益し、カルタヘナ基地の第21護衛隊に配備される。 1982年6月25日の国防省発表によれば、ジブラルタル海峡付近にて、イギリス海軍の潜水艦と信号の応酬をしたとされる。発表では、詳細が伏せられていたが、6月19日に、両艦のどちらかが海峡通行に関する国際協定に違反した航行をしていたための対処行動であったとされる。1990年、 湾岸危機に伴い国際連合主導による金融監視活動のため、フリゲート、海81サンタマリア、コルベット、F31 デスクビエルタと共に、ペルシャ湾に派遣される。2002年、ペレヒル島での事件の後しばらくの間メリリアに泊まった。2003年、コルベットとしては、最後となる、ガルフレックスレサン演習に参加した。 2004年1月13日に紹介館に監種が変更され、番号も P78 に変更される。その後、カナリアス諸島のラスパルマスデグランカナリアに移動し、捜索救難活動や麻薬密輸及び不法移民対策に従事している。2007年、アクティブエンデバー作戦に参加し、シリア、ギリシャ及びトルコを宴会にて、紹介活動に従事する。 2008年には、国際連合安全保障理事会決議1707と、国際連合安全保障理事会決議1832に基づく枠組みで、レバノンでのヒズボラ向け兵器密輸監視活動のためスペイン、フランス、イタリア及びポルトガルで部隊を構成し国際連合レバノン、暫定中流軍に参加するため、カルタヘナ基地を出港して、約3ヶ月間の任務に就く。 欧州連合主導による、ソマリア沖の海賊対策である、アタランタ作戦にも参加している。2009年時点ではカナリア諸島、ラスパルマスデグランカナリアを母校としている。インシデンテアントレウナコーベタエスパニョーラ、ワイウンスブマリノブラターニコイエヌエルエストレチョ2009年12月19日、閲覧、エルパトレーロベンセドラ、パルテオジーアエルリーブのパラレレバー,アールインファンタ、クリスティーナ、 ありがとうございます。